もう思い出せないことまで全部神様が引き受けてくださったんだよ。自分がどんだけ無力な人間か、自分はどんだけ神が聖なるものとしての全然曲げての至らない、虚しい力のない罪の性質を持った、いや罪だらけの罪そのものであるような、その自分自身は罪だ、自分は本当にもう神様から愛される資格がないっていうぐらいまで、その悔い改めを持って、神様それでもあなたは十字架で私たちを救ってくださったんですねって、その喜びで私たちは生きてるんですよね。信仰をの持っている人たちはその自認があるんですよ。自分はこんなに至らないの。だからパウロはこの月足らずの私いうことができたんです。この罪人自認こそ、自分は月足らずのものだというこの自認こそは、生きる主のために生きるその原動力じゃないですか。救われたならあなたはどう生きますかって、僕はそれが生涯のテーマですよ。救われたあなたは、ヤクザから刑務所からあなたは救われた、神道を立って、お前はじゃあどうやって生きるんだって神様にいつも言われてますよ。あなたはどういう生き方をするんだ。だから出たところに帰ってね、イエス・キリストに救われるべきもの、私は救われたところに帰ってるんです、刑務所の中に帰ってるんです、そして覚醒剤中毒の人に帰ってるんです。福音は手の届かないところに行って当たり前なんです。だから宣教師がいて、イエス様が行かれたところは、あの隔離された来病者のところだとか、または皆が背を向けた主税人のところじゃないですか。その友となられたんですよね。皆ができるわけでもできるんだって、私はそこに帰りたいと思ってるから、それは私の信仰。じゃああなたはじゃあ どこに行くんですか。あなたはどういう生き方をするんですか。いや、いい、救う人にも導けなくてもあなたは救われてる、あなたは愛されてる、あなたは天国に行ける。安心してください、誰も伝道しなくてもあなたは救われてる。喜びを持って、じゃあ生涯その未信者の伴侶、その人に尽くしていく、その人が死ぬまで。僕もね、いろんな友達いるでしょ、あのヤクザの友達もいるし、ヤクザやってないけどもちょっとフラフラしてる友達もまだいっぱいいます。でもね、変わらずあまり僕は信仰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 って押し付けない、伴走してるんです、生き方を見せてるんです。信仰の虐待っていう言葉分かりますか。信仰熱心なゆえにかえって控えちゃう時もあるんですね。私が思って祈ってるのはもちろん祈ってますよ、その人たちのこと。ただその人たちが死ぬ前にでも、ああ神道が言ってたとことは正しかった、ごめんなさいイエス様って言ってくれたらそれで僕はいい。そういう人もいますよ。もちろん畳み込むようにして、あんた一緒に抜けんのって言う人もいるかもしれない。それは神の恵みです。それは選びです。それは私の判断かもしれないし、神の判断かもしれない。そこに座っている桜井さんたちは、来て、次の週に、結婚式があって、そのまた2週間後にも洗礼を受けてます、ね、そんなに畳みかける人もいますしかし、心のやっぱり硬い人たちには、僕たちは石工なんですよ。いいですか、硬い、ね、岩をね、石工っていうのはどこを叩けばパカッて割れるかプロは分かるんです。そういうものに僕はなりたいと思ってるんですね、皆さんもそのようになります。ですから、生涯かけて一人でもいいです。それは喜びですから、この喜びは自分のだけのものにできないでしょ。それが神の種です。神の種が私たちに宿ったということですよ。ですから私は二度と自分の罪を、自分の意思では罪を犯すことはできないと第一ヨハネの3章の9節に書いてあるんですね。そして